なんとか人造人間たちを追い払うことができたようです。実力の違いを思い知りました。やはり今の俺じゃ奴らには勝てない。ですが生き延びられたのはあなたのおかげです。お礼を言わな…あら、来ると分かっていたみたいね。つまんない反応。これでトランクスを助けた、そう思ってるかしら。残念だけど歴史を変えたところはもう一つあるのよ。聞こえますか？体が元に戻りません。それどころかどんどん過ぎ通って、まだ歴史の改変が治っていないんです。やっと面白い反応してくれたじゃない。今から改変された場所を探しても間に合わないわよ。せいぜいあがくことね。くそ、歴史が改変された場所がわからない。このままじゃ。困っているようだ。そんな顔をするな。歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。連れて行ってやろう。さあ、私の手を取れ。迷っている暇があるのか。お前に選択の余地はないはずだ。そうだ、それでいい。時の海王神に伝えておいてくれ。近いうちに会いに行くとな。ふう、戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。あなたは。なぜ完全体に決まっているだろう。17号と18号を研究したのだ。17号と18号を、まさかそんな。それにしてもなぜ俺の名前を知っているんだ。お前過去に妙に異常に怖い。このお仲間は過去に連れてきたのか。何にしても邪魔をするなら生かしてはおかんが。する限り人類に未来はない。絶対にお前はここで倒す。おずき、青い才が完全に消え去ってしまえ。多少腕も上げたようだな。まだ私には完全体じゃなく危なかったかも。どうしてこんな、一体何があったんだ。
これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。でも、その前に一つ。あなたは時の流れを超えて俺を助けてくれました。一体何者なんですか？いつかわかる、ですか？それはどういう…消えた？なんだか不思議な気分ですね。でもこれでようやくお礼が言えます。ありがとうございました。トランクス、よかったわね。すみません、ご心配をおかけしました。それにしても、あの男は何者だったんでしょうね。俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし、俺たちのことも知っているようでした。それに、なんだかまがまがしい気配が。え？近いうちに私に会いに来るって？まさか心当たりがあるんですか？いえ、きっと違うわ。あいつはもうこの世界に出てこれないはずだから。